というわけで最後のブルースノートという曲をお届けします。
それはそれで4回それで以上お願いします。それはおかも以上さんの以上シメズゴーオンベージ東山リンギアオンドラム、そちらの水曜のご正義でした。今日はどうもありがとうございます。ソウルムイドは次回のライブは11月6日金曜日に梅田のミスターケリーズであります、でその次が12月31日大晦日に、京都ラグでカウントダウンをやります。ぜひぜひあのカウントダウンの方はなんとソウルブリードとリキアさんがリーダーのリキアバンドが日本立てでございます。ぜひぜひお越しください。今日はどうもありがとうございました。バルサ、サンティアゴ、バルサ、バルサ、カモン、カモン、バルサ、バルサ。イエーイ。バルサ、お店の宣伝する？バルサは、三宮の、なんていう通りにあるかな、ちょっとお店を。あ、三宮のドン・キホーテの近所にいや、そう、行った新道にすごい洒落たそうです、洒落たサンバとかブラジルの音楽が流れてたりで、料理、ブラジルの料理がブラジルの家庭料理バローさんがね、電子レンジでチン違う素晴らしい素晴らしい。バナさんが一生懸命作ったブラジルのカテレ、僕も一回食べたことあるんですけど、ね、すごい美味しいです。ほんで、なんとね、5人以上で行けばいいんです。5人以上で行って、コース1人3000とか4000のコースを選ぶとバナさんの、サンバショーが見れます。すごい安いよ。僕はやったことないけど、5000円、ね、5人で行ってね、1人飲み放題とでおつまみついてて、サンバショーもついてて1人飲んで、めっちゃ安い。行ってください。コパラテンです。コパラテン、コパラテン、Google で調べてみてコパは COPAあ、テーブルの上にチラシありますんで、そちらを見て、はい、行くときは僕を通してくださいね。500円払うけど。皆さん、こんばんは。ありがとうございますね。楽しかったです。また、神戸その宮に遊びに来たら、お店によろしくお願いします。ぜひ、楽しそうにおりますから、ありがとうございます。ありがとう。